おかえり。もう帰り遅いから冷蔵庫のもん勝手に食ったわよ。何よマレフィーセント、あんたまた来てんの？毎晩毎晩晩飯上がりに来ないで自分で働こうとか考えないわけ？だってこの年じゃさ、今更働こうにも口なんかありゃしないわよ。大して年違わないじゃないの私たち。522歳と602歳の差は人間界じゃ赤ん坊と後期高齢者ぐらいの差があるわよ。最近は足腰弱っちゃってな、腰痛い。またそうやって都合のいい時ばっかり年寄りぶる。うちの知らない言葉は毎日が敬老の日なの。あんたも少しは敬いなさいよ。それよりどうだったのさ、就職活動は。その様子じゃまたダメだったんだね。履歴書見ただけでアウト。大抵の企業は書類選考にも通るしない。私たち有名になりすぎたわよね。でなんて書いたのさ履歴書には。そのままよ、グリムヒルで。